9シートの電車が想像以上にやばい動きをします。相鉄東急直通線が開通して東横線は大きな変化を遂げました。しかしまだまだ変化は終わりません。9シートの導入が分かっています。2023年度中に入ることが決まったライナーですが、実はなんと今回のダイヤ改正でどういう運用につくのか予測できます。この動画ではまず9シートの予定についておさらいをし、そして公式ダイヤから9シートの運用を予測します。そしてそこから分かった意外すぎる9シートの運用体系について紹介していきましょう。それではまず9シートの歴史について紹介します。9シートは大井町線からスタートしました。今現在東横線計画がある9シートですが、もともとは大井町線で始まった電車となっています。大井町線で9シートが始まった理由としては結構いくつかありますね。まず大きいのは大井町線の運転が自社線内で完結することでしょうか。利用者が多いことで有名な東横線、目黒線、田園都市線はいずれも地下鉄線といった他の会社に直通します。一方でこの大井町線は田園都市線とは直通運転しますが、田園都市線は自分の会社ですし、大井町線も当然東急の路線です。という感じで東急線内で運用が完結できるですよね。まずそういった理由が大きいかもしれません。他の会社とまたいだ場合結構料金とかが紛らわしくなりやすいんですが、今回はそういった問題が起きにくく割と設定しやすい感じでした。他にも大井町線の歴史的経緯も大きいと思います。大井町線は戦前から路線があって、途中東急に移管し、最終的には今のような感じになってますが、ちょっと前10年15年くらい前まではいわゆる大井町から二子玉川を結ぶ東京のローカル線にまあまあ近い感じでした。5両編成の各駅停車が往復をするだけって感じで、非常にシンプルな路線でしたが、2008年頃から急行電車の運転を開始しました。この設定目的としては田園都市線の混雑緩和ですね。田園都市線は、この大井町線が改良される前から結構混雑がやばい状態で、ちょうど大井町まで行ってそこから JR 線を使い品川まで行くルートとして、バイパス線の役割を持たせようと思ったですよ。今となっては、結構大井町線は、7両編成でも乗る人が多いため、割かしうまくいってる感じかもしれませんが、元はといえば田園都市線のバイパス路線が必要という感じで、たまたまあったローカル線を、そういう仕様にちょこっと手こ入れした感じですね。一応バイパス線とかその他ものの理由で、利用者が増えたので、今となってはこういう風に、ライナー設定して、一応利益が出るって見込まれたって感じでしょうか。大井町線では9シート導入に合わせ、7両編成化を実施しました。まあ実はもともと7両編成化は、先に実行されており、そうちょっと後って感じで、実は、この9シートを挟んでいない7両編成っていう時期も若干あったですが、一応6両編成の電車を7両編成化するタイミングに近い感じで、一応9シートを設定したので、いわゆる輸送力を減らして、9シートをつけるっていう感じではないんですよね。一応こういう点も挙げあります。ちょうど今回東横線でもこれに似たことを実施しようとか、そんな気持ちになったんじゃないかって個人的に感じました。大井町線で一定の成果が出たから東横線でも同様にやっていこう、そういう風な判断になったと思われます。大体こんな感じでしょうか。9シートは座席設定電車を作るために新しく製造された座席転換車を利用する電車ですが、実はこの9シートを搭載した東横線の電車、運用が予測されています。ツイッターとか個人のウェブページとか、まあそういったところを中心に、東横線のダイヤを見て、多分こういう風なんじゃないかっていう感じの運用表があるんですよね。東横線の10両編成の電車とか、他にもいろんな形式あるんですが、まあそういった感じの運用を分析した表になります。まあもちろんこの表は公式の情報ではありませんし、そもそも、相鉄東急直通線運転開始までですからね、
案外と和光市とかそういうところで車両を交換することはため、要は到着したら送電車が先に発車するとは限らないというパターンも実はあったりするから、運用表が 100% 正確とは言いませんが、まあ一応参考に大まかにこういう動きで電車が動くかもしれないっていう風な可能性を分析することはできます。一応ツイッターに今回参考にした運用の工程表について貼っておきますが、こちらを見たところ、東横線重量固定編成の運用に3運用ほど9シートの電車が入る可能性がある運用があったですよ。その運用の特徴としては、夕方から夜にかけて渋谷から元町中華街を急行で両方向ともに往復するっていうものですね。9シートの電車は公式的にもう4編成導入することが確定情報として決まっています。そのため3運用というのは普通に現実的な範囲と言いますね。まあ、とはいえ一応自分でも時刻表を見て、実際そういう風な運用体系になってるかを分析しましたが、概ね育っていると思います。平日の U ラッシュの時刻表を見ると、毎時用法、渋谷駅電車が設定されています。うち、2本は急行、今回紹介する、この9シートの候補ですね。そしてもう2本は、普通に各駅停車の電車が折り返していきます。ここで注目してほしいのは、各駅停車は84編成限定っていう一方、急行は84編成も、重量編成も両方入れる点ですね。要は、急行から確定のパターンになる場合、84編成を運転する必要がありますが、東横線急行、昼間でも、84編成で空席が全然ありません。というかむしろ通路の中ほどまで埋まるケースも、電車によっては、号車次第であり得ます。それに各駅停車は84編成でしか運用が回せません。というふうに考えると、急行から確定っていうのは、少なくとも U ラッシュのパターン中ではないでしょう。入庫とかそういった特殊なパターンは別ですが、基本的な単なる毎時用法の折り返し設定中時間では、見た感じそういった特殊な折り返しっていうのはないでしょう。また、いわゆるこの元町中華街渋谷急行の往復運用に入る前、3運用中2運用が実は、通勤特急とか相鉄といった運用に関連しています。通勤特急は原則重量編成で運行されたため、84編成来る可能性は非常に低いと考えられます。相鉄に関してはもっとありえません。相鉄に入れるのは、重量固定編成の等級者限定です。84固定編成の電車は、相鉄への入線がそもそも、防護無線とかそういったいろんな装置の関連で無理です。太陽工場を実施してないため、残念ながら入りません。あと、普通に渋谷駅での折り返し到着時刻と発車時刻が、二つの折り返し電車が基本的に被んないってのも大きいです。要は、例えば10分に各駅停車が来て、30分に折り返しですが、その前に20分に渋谷急行も来て、どっちが折り返していくのかちょっとわかりにくい状況でなく、普通に10分に確定が来て15分に折り返し、20分に急行が来る。20分の急行は25分に発車し、35分にまた確定が来る。という感じで、一応この時刻については、仮の数字実際とは違いますが、折り返す電車ごとに、被ってないんですよね。普通に考えてやっぱり折り返しに、長時間ホームを使うと、副都心線の渋谷方面からの電車の、ダイヤの整理も、やりにくいでしょうから、折り返し時間がそんなに、15分とか極端に長く設定する必要もないため、このように、ダイヤの解析表通り、電車が運行されるっていう可能性は十分、少なくともこの9シート関連の3運用は、あり得るかもしれません。そしてこの運用の分析が正しければ、結構すごいことになります。というのも、急行に座席指定があるんですよね。最速ではない種別になんと、東横線は、座席指定電車を設けました。普通こういった座席指定車って、従来の種別より速かったり、最速達に近い感じで運転しますが、東横線ではあえて、最速達じゃない種別に設定したですよ。これは結構驚きと言えます。TJ ライナーのように、川越特急と同じくらいの停車駅数に絞った列車ってあったり、まあ一応、最速達系と停車駅数がほぼ一緒っていうパターンはありますね。あとは、TH ライナーっていう日比谷線系統の地下鉄のライナーがあるんですが、あちらがスペーシアより停車駅が多めに設定されているとか、まあそんな感じで、
自社線内に特急がある場合そっちより遅いっていうパターンはありますが、ただそれでもいわゆる在来線の無料種別より遅いってのは結構珍しいです。しかも東横線の急行は特急より明らかに遅いですからね。いわゆる郊外のエリアに止まりまくって都心部は通過駅多めという感じでなく、ほぼ各駅停車って感じで、横浜から菊名を除き全て通過駅が1駅か0駅っていう感じの種別ですから、こういう列車の設定は珍しいと思います。それではどうして意図的に東急は東横線の最速種別、時間帯的には通勤特急ですね、これに旧シートを搭載せずあえて遅い急行に旧シートを設定したでしょうか。理由は2つ思いつきました。まず1つ目は東横線の利用者が多いことですね。もしも仮に東横線の通勤特急にライナーを設定しようと思った場合、ダイヤを工夫すれば渋谷から元町中華街を通勤特急で往復することはできるかもしれません。ただ問題としては通勤特急ってすごい混むんですよ。いくらリモートワークが流行ったとはいえ、利用が通勤特急を8両減らしてもいいのかは疑問ですね。一応10両編成とはいえ実質8両編成近い両数で走ることになります。旧シートって10両編成のうち中間2両が有料シートを搭載して運転します。まあ一応有料シートを定員は加味すると実質 8.5 両とか9両とかそんな感じで走るんですよね。ただ現状10両編成でも非常に混んでおり、乗り切れるか結構ギリギリなラインなんで、こちらの両数を減らすのは相当厳しいと思われます。一方東横線の急行は確かに困らないとは言いませんが、8両編成で普通にマース運用も昼間を中心に設定されています。ラッシュの時間帯でも確かピークを外してちょこっと前あった記憶ありますね。今のダイヤではもしかしたらありませんが、昔はなんかあった記憶あります。という感じで一応まあ乗る人は多いですが、特急に比べたらまだ少ない方なんで、こちらを10両編成して9シートにし、実質9両か 8.5 両くらいの両数で回してもまあギリギリ間に合うのかなって判断かもしれません。要するにお客さんが多すぎて特急はもう無理だから諦めて急行にしたっていう可能性高そうです。そしてもう一つの可能性ですが、特急通過駅への期待ですね。意外かもしれませんが、急行停車駅、特急通過駅の中でも急行電車が止まってくれるケースが、こちらへの期待が結構考えられます。例えば田園調布とか結構高級住宅街で有名ですが、あの周辺の方々は結構金を持っているため、もしかしたらこういう電車を使ってくれる可能性はあるかもしれません。まあ全員が使うとは言いませんが、一部そういった VIP でリッチな方はあえて使うっていう可能性も多少期待できます。どれくらい効果があるのかは正直言って未知数ですが、一応こんな感じで特急通過駅でも利用できることは結構利用者を増やすための策としては有力かもしれません。あと一応補足ですが、この旧シートに該当する疑惑ある電車について、渋谷始発かつ特急の5分後に発車します。厳密には通勤特急ですが、急いで帰りたい場合は結構こっちを使う方が多いでしょう。ってなったらやっぱりこっちに人が集まって、多少はこの渋谷始発の急行に余裕が生まれます。他にも、始発ですから座って並んで乗ることもできますしね。一応こういった感じで分散もできますから、旧シートがあると言っても、比較的混雑の影響を受けにくい電車という風に評価できるかもしれません。一応ですが、急行が渋谷を出ると、極めて少数の運用を除き、ほとんど接着します。東横線の急行は、エストレインの通過待ちをする、ごく一部の運用を除き、すべて終点まで先に参ります。要は急行といえど、ライナーの威厳は残るわけですね。せっかくライナーに乗ったのになんか遅いじゃんっていうことは、多少回避できるでしょう。また今回こんな感じで渋谷から元橋中華街間を往復する運用に就くことが分かりました。やはり副都心線に直通しないのは結構インパクトが大きいかもしれません。普通やっぱりなんか副都心線もつながってますし、そっから走らせた方がいいんじゃないかって考える人も一定数でしょう。ただやっぱりこれは乗客トラブルを回避するとかそういったニュアンスが個人的に大きいと感じました。例えば副都心線は甲子方面からやってくる場合、旧シートの電車をどうするのかって問題があります。今現在副都心線に旧シート関連の設備は設置されてません。もちろんそういった運賃対応とかをすればできますが、
今のところはそういう準備がされてませんね。旧シートを電車開け、お客さんが入れないすればいいじゃんっていう意見もありますが、これも結構大変です。やっぱり、中間2両が塞がると、ここへ並んでる人が一斉に、隣の4号車や7号車に流れ込みます。接近放送等でこの号車は使えませんって放送を使えば、対応できるかもしれませんが、やっぱり、誤解は結構招きやすいでしょう。旧シートと違って、階層ですからなおさら、紛らわしさが増します。あとは純粋混雑緩和もありますね。渋谷発着にしないとちょっとやっぱ急行とはいえ、八王編成は少々厳しいという判断もあるかもしれません。中間2両が定員減っちゃう分、他八王で輸送する必要があるため、比較的乗客が極端に集まらない渋谷からの運用したって可能性もあります。一応副都心線内等で遅延が発生しても、旧シートの運用がしやすいように、あえて地下直とは切り離した可能性も高そうです。一方、東急とは別会社の横浜高速鉄道の港未来線ですが、こちらは走るんですよね。やっぱり横浜に折り返すのは厳しいんでしょうか。横浜駅は1面2線の島式ホームで一応横浜駅から渋谷方面を折り返すことができます。確か深夜の時間帯にごくわずかですが、渋谷方面に行く折り返しの電車が設定されます。ただ基本的にこういう設定はほとんどの時間帯でありません。というのも横浜で本線で折り返す必要があるため、なかなか難しいんですよね。あくまで緊急時対応やあとはサビ取り、あとはせいぜい深夜の時間帯の輸送力のバランス調整という感じで設定されている感じなんで、これを定期的に30分に1本、ラッシュの時間帯に挿入するのは非常に厳しいと思われます。また、港未来線はどちらかっていうと、東横線とほぼ一体で運転されます。港未来線も、東横線のワンマン運転開始と同時に、同様にワンマン運転開始してますからね。やっぱりそういった感じで、別会社といえど、元町中華街までは走ろうって結果になったのかもしれません。港未来線内の扱いが結構注目ですが、フリーになる可能性結構ありそうです。横浜川崎については、区間も短いし、一応フリーにして、自由にどうぞって扱いする可能性はあると思いますね。ただ、後で紹介しますが、港未来線内でも、ライナー料金を取る方式を採用する可能性が実はあります。この旧シート実を言うと、反対側横浜方面から渋谷方面の設定もできるかもしれないんですよね。ちょっと意外かもしれませんが、ラッシュの時間帯は、渋谷から横浜方面が混んでいます。ですが、この反対側も実は結構混んでることが、東急公式の時刻表から分かってますね。東横線の公式サイトの時刻表のページでは、平日の時間帯混雑が表示されます。各駅到着地点もしくは、発車地点での混雑ですが、記載されてですが、結構びっくりするくらい混んでるんですよね。横浜に着いた時点では、いわゆるこの東急の混雑マークは緑になっています。急行とか、あとは特急電車に該当するんですが、緑っていうのは要するに、東横線の渋谷から発車する電車に結構近い感じです。帰宅時間帯実は横浜到着地点の急行や特急と、一方で渋谷から発車した急行特急って、一応混雑の表示するレベルは、いわゆる東急の公式アプリでは同じ感じになってました。まあ、実際は多分渋谷からの方が満面なく混んでるでしょうが、ただそれでもやっぱり、ある程度混雑をしているってことは、横浜から渋谷方面にかけても一定あると思われます。特に帰宅時間帯19時とか18時台はすごかったりしますね。パッと見、20時台ぐらいまでこういう傾向でした。横浜から港未来で結構混んでるため、その需要も大きいかもしれませんが、要は結構こんな感じで混んでるため、横浜から渋谷方面へ旧シートに乗る方は結構いるんじゃないかって思われます。折り返しの対応が少々難しいかもしれませんが、港未来線の線内でも設定した上で、ラッシュの反対側に電車を回し、これによって小中利益を得るっていうのもありかもしれませんね。ダイヤの構造上、元町中華街から渋谷も普通に反対側と同様を設定することはできそうですから、割と両方向設定っていうのは実はあるかもしれません。ただやっぱり元町中華街で座席の方向転換と折り返しはできるのかはちょっと疑問だったりしますね。旧シートは東横線の急行というちょっと意外な種別で設定されそうな感じでした。今のところまだ料金とか細かいルールについては分かってないため、まだ気になるところはありますね。今現在、相鉄東急直通線側が
非常に注目されている東急東横線ですが、実は横浜方面にもできそうな新しい運用、これも個人的に結構注目だなって感じました。今回の改正で設定されており、しれっと夏や秋ぐらいそういう電車ができるかもしれませんね。このチャンネルでは鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。